皆さんおはようございます。スペースアートダンス TV で今日もエナジー全開頑張っていきましょう。この動画はヒップホップ必須練習、初心者の壁を越えるためのリズムトレーニング、横乗りの初級編、こちらを詳しく解説している動画になっています。前、後ろ、横と乗りには主に3種類あるんですが、その中でも特に難しいのが横乗りになってきます。前乗り、後ろ乗りはとてもクオリティが高いんだけれども、横乗りになった瞬間に途端にクオリティが落ちるというダンサーもたまに見かけます。胸のアップダウンや胸や腰のアイソレーションを積み重ねていくということもとても大事なんですが、乗りの技術をマスターしていないと、これからどんどんね、多角度に広がっていく、無数に選択できるこの動き方ですよね。横乗りマスターしていないとかなり制限がされてしまうんですよね。言い方はちょっと乱暴になってしまうんですけど、アップダウンの縦のリズムとアイソレーションで横の動きと、これをうまくミックスさせて当たったところでリズムを取るというのが横乗りになってきます。この横乗りに対して難しいポイントを一気に解決できるような動画にしていきたいと思っています。この動画の内容としては、横乗りとは何かということと、その予備動作について考えていきたいと思います。そしてコツをお伝えする Tips コーナーでは、アクセントを取るコツ、そして4種類のアクセントの取り方、さらにスピードコントロールについてお伝えしていきたいと思っています。本動画と紐づいているリズムトレーニング、こちら別動画であります。他にも前乗り、後ろ乗り、横乗りを入門編、初級編と2つに分けてリズムトレーニングをしています。そして皆様には成長過程を絶対迷ってほしくないなと思いましたので、一つ一つのリズムトレーニング詳しく解説している解説編を用意しています。しかし時間がない方もいっぱいいらっしゃると思いますので、一動画に乗りとは何だっていうことを全てまとめた特別解説編もご用意しています。ご自分の課題だったりとかライフスタイルに合わせて動画選べるようになっていますので、ぜひね、概要欄の方からリンク飛んでいただいて、自分に必要なもの見ていただければと思います。さあ、それでは横乗りの難しいポイント、皆様が理解できるように丁寧に解説していきたいと思っています。それでは行きましょう。5、6、7、レッツゴー。それでは横乗りのポージングや軌道について考えていきたいと思います。横乗りというのはこのようにポーズを取る形なんですが、皆さんはアップやダウン、そして前後の乗り、このような形、こちらでは使ってる筋肉が腹筋の真ん中だけだということに気づいていただきたいです。前後に動かすにしても、上下に動かすにしても、この腹筋は縦を中心で使っていますし、軸もこの縦だったり奥行きを使っているということになりますよね。対して横に体を動かすためには、初心者のうちに一番習うステップで、最初これが多いんじゃないかなと思います。このようにサイドステップすると思うんですけども、足を運んで体重、重心ごとこのように移動しないと、横の動きってなかなか表現できなかったわけです。これを補うためにも、この上体だけを倒していく横乗りというのは、かなり有効的な技になってきますので、ぜひマスターしていきましょう。今回はポイントとして、真横、そして斜め前、斜め後ろと左右で3つずつ取ることによって、かなりね、自分のシルエットに幅をいろいろ持たせることができるようになりますので、メリットは大きいと思います。それではポジションの話なんですけれども、アクセントを取るということを前提にイメージしてみてください。ここでしっかりと倒す方と反対の足の上に重心を持ってくるようにイメージをしてみてください。しかしこれだけだと腰のスライドのようなイメージがすごく強いと思いますが、乗りの場合は斜めに取っていくっていうイメージですので、膝を曲げるという縦のリズムも必要になってきます。横と縦、これが同時で行われる、同時で行われる、同時で行われるということです。これをしっかりとループしていくと、実は胸と腰がスライドして見えるような軌道になっていきます。この軌道はすごく大事なんですが、ポジションの話に戻りましょう。しっかりと重心を反対側に落としました。この時にここの骨盤の少し上あたりの張りを感じてみてください。少しここがストレッチしている状態ですね。その状態で膝を曲げると緩むと思います。緩んでももう一個出して、ここに張りを感じてください。そうするとこっちの足少し軽くなると思います。体は平行を保つ必要はないので、このようにおへそから鼻先までがまっすぐになるようにすると、ここでアクセント後で取りやすくなります。よく見られるケースとしてダメなパターンです。こっちに重心が乗っていたり、重心が乗ってから膝を抜いてしまったりすると、これはアウトです。こんな感じとこんな感じ。そしてちょっと上手くなった人に見られがちなのは、膝を伸ばしたまま
こういう形です、はい、この場合は横のスライドでアクセントを取っているので縦のリズムがゼロになってしまってますよね。こんな感じです、はい、ですのでしっかりと縦の膝ダウンも入れながらブンブンブンとやる方が絶対にいいです。そして他のポジションとしてこの斜め前ですね、斜め前の場合は先ほどこの辺がもし一番伸びを感じてたとするじゃないですか。そしたらこの前に行った時っていうのは少し伸びが後ろに回ります。倒している方と対角線にあるところが伸びを感じます。対して斜め後ろの場合っていうのは先ほどのここからここが伸びている。そして少しずつ軸を変えながらだんだん深く入れたいんだったらこっち側に伸びを感じるようにして、薄く入れたいんだったらこっちに戻ってきて真横はここだなって言って自分の張るポイントでねポジションも確認できるようになりますので、この張ったところを確認するっていうポーズの確認おすすめです。そして初級編で行っている実践のリズムトレーニングでは基本的には真ん中を返していきたいところに行きましょう。真ん中を返していきましょう、真ん中を返していきましょうっていう練習なんですけれども、もしねもっと先々を目指したいよっていう方はこのここのアクセントを取ったところから反対まで持っていく、ブンブンパブンブンパ、このように胸と腰を一気に入れ替えて持っていくなんていうのはかなりレベルが高いですし、パワフルに見せられるようになりますので利用価値はあると思うので、ぜひ興味がある方はそちらも練習してみてください。最後に乗るということについて、これ全部の動画でご説明しているんですが、音楽的に乗るという意味合いとダンスの技術で乗りというものはちょっと違うということを頭柔軟にして聞いていただければと思います。音楽での意味合いの場合って手で乗ってもいいし、首、肩、そして胸、腰、足なんて自由にね取って音楽を気持ちよく表現できる、自分で体感できるっていうことを乗るという言葉にしていると思います。対してダンスでは技術的に横乗りこうだよ、前乗りこうだよ、後ろ乗りこうだよっていうものがありますので、ぜひねこの縦と横を混ぜたリズム、これでだいぶ表現力が上がってきますので、しっかりと練習をしてダンスではこう、しかし音楽的に言った時に乗り方っていうのは自由なんだよなっていうものを意識して区別してやっていくことをお勧めします。そうじゃないとダンスってこうなのに音楽に乗れって言われたらこうだよねって決めつけちゃうと自分の幅狭めてしまうことになりますので気をつけてください。それではポージングや軌道の解説終わりにしたいと思います。それでは横乗りで最も難しいポイントとしてポージングということを挙げましたが、しかしこれって同時にアクセントを取るっていうことも難しいってことにつながりますので、アクセントの取り方4種類ちょっとお伝えしていきたいと思います。まずポジションを正確に取ってみましょう。重心は傾ける方と反対にあるべきでしたね。そしてこのポジションで腰の張りを感じているということでした。そうしますとこちら少し浮いてるよなんていう話も出ましたね。まず一番最初に取っていただきたいのはこの張りを余計張っちゃうことでアクセントを取るということです。ブンブン、はい、ちょっとだけ伸ばしてあげるだけでも少し引っかかりが見えてくると思いますので、これを先ほどの膝のダウンと合わせて持っていくことによってゴムが伸びて戻ってくる、伸びて戻ってくる、これをアクセントの代わりとしたいということです。ちょっと何回かやってみましょう。セーブ、イー、ブン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 、このようなイメージです。そして初級編では16ビートでつなぎますからね、どちらもブン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 、アクセント取れるように練習してみてください。さあ次です。次はかかとで取っていきましょう。このようにアクセントを取るだけでも体にリズムを感じることができます。このタイミングですね、この放物線意識しながらこの間に移動していってアクセントのポイントで、こちら重心はこっちにありますから、こっちフリーになってますからアクセントを取っていくと、このようにうーんブンブンブン、はい、 OK です。ちょっと横からもお見せしておきますと、このようにアクセントを取った時ってしっかり取れますよね。で真ん中に戻ってくる時は準備ポジションになりますので、ここではちっちゃいかかと、大きいかかと、ちっちゃいかかと、大きいかかと、ちっちゃいかかと、ブン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 、こんな感じにするとバランスは取りやすくなります。慣れてくると両方でも取れるようになっていきますので、パワーアップしたい方はおすすめです。さあ次です。次は肩で16ビートを感じていくっていうことですね。まず一番最初にやっていただきたいのはポジションでは
重力に対してリズムを感じる方が楽なので、こちらの方は取れます。しかしこちらの方は可動の関係上真下には動かなくなってますので、こっちになっちゃいますよね。ですので一回こっち側の方だけで取る練習をしていただいて、こちらから2割ぐらいこちらに移していくようにすると16ビートを感じやすくなっていくと思いますので、ぜひねこの肩のリズム、速い動きには対応がかなり楽になってきますので、マスターしてみてください。さあ最後にヒットやポップ、胸の締め込みを使っていこうということですね。このようにプンプン胸を締め込む、アップとかダウンとかこのようにめくり上げるような動きを使ってしまうと、横から見た時にせっかくバランス取れてるものが崩れてってしまう可能性がありますので、できるだけ板のような状態の中で締め込んでいく、二次元の中で締め込んでいくというイメージを持った方がいいと思います。ちょっとやってみますね。このポジションで胸を締め込んでいく、締め込んでいく、わからない方は少し肩を内側に締め込むようにしてあげると分かりやすいと思います。さっきのポジションをしっかり取った状態でブン、これをタイミング合わせてブン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 、このようなイメージです。速さに対応するまで少しねコツや練習量が必要になってきますけれども、速いのにも対応できますし、ゆっくりでやったとしても重さを表現することができますので、速くてもいけますよね、遅くてもいけます。かなり楽にコントロールできるようになるまでは時間がかかるんですけど、できてしまえばかなりバリエーション使いやすくなるので、おすすめのアクセントの取り方になってます。今4種類お伝えしましたが、これをスピードコントロールも混ぜてやってみてください。どういうことかと言いますと、今回の実践メニューで1、2、3回目でゆっくり、1、2、3回目でゆっくり、このように速いところから急にねくぼみを持たせるようなリズムを取る練習をしています。この時のイメージなんですけれども、しっかりと太ももやここの張りで体を耐えていますよね。これをじわーっと抜いていくようにすると、自然とノーマルポジションに戻ってくることができますので、これを足の裏うまく使いながら、ブンツカブンツカブーンパ、ブンツカブンツカブーンパ、これ普通にやってみます。はい、このように少しね筋肉の緩め方をスローリーにすることによってバランスが取れるようにコントロールできるようになりますので、ぜひ練習を重ねてみてください。最後になりますが、横乗りというのは重心移動を行わなくても、つまりステップを行わなくても体の状態を倒すだけで横にリズムをね大きく見せていくっていう、お客さんに対してかなり有効な技になってきますので、少し難しいのは分かるんですが、必ずマスターしておいてほしいと思います。今回前乗り、横乗り、そして後ろ乗りとこの3つ出しているんですけれども、これで方向の8番、前乗りで前、後ろ乗りで後ろ、そしてこの横乗りでこっち側の斜め真横後ろ、斜め真横後ろと8方向を網羅していることになりますので、自分がどこでもリズムを感じられるようになるっていうのはかなりね有効になってきますので、ぜひねこの前乗り、横乗り、後ろ乗り3種類、そして円を描けるようにしっかりと練習を積み重ねていくとメリットになると思いますので、頑張ってください。それではティップスコーナーを終わりにしたいと思います。皆さん、解説編最後まで聞いていただきありがとうございました。横乗りは本当にマスターまで時間がかかるテクニックだと思います。胸のアップダウンや前乗り、後ろ乗りで鍛えてきた腹直筋、これだけでは通用しない技術になってきますので、初心者の壁と言ってもいい技術だと思います。今お伝えしたように腹筋のコントロールだけじゃなくて膝も柔らかく使っていかなきゃいけないので、この辺が初心者にとっては混乱ポイントになってくるんじゃないかなと思っています。しかし横乗りって本当に面白いなと思うのは、横乗りをマスターするだけでシルエットのバリエーションが今回お伝えしただけでも右に3、左に3って増えることになりますよね。そしてそれってこのボディの筋肉をこうやって回すようにうまくコントロールしていくことができますので、ただただ45度で90度で取るっていうだけじゃなくって、微妙なニュアンスとかもコントロールできるようになるんですよね。これがマスターできれば当然振り覚えも速くなりますし、パフォーマンス力も上がってきますよね。自分の理想とするシルエットも取りやすくなっていくと思います。
これがマスターできることを楽しみに、ぜひね、面白いなと思いながらコツコツと練習を積み重ねていただければと思います。あと、よく見られるケースとして膝が内側に入ってしまって膝を痛めつけているリズム取りをしてしまっている方もよく見られます。これはもう本当にお願いでもあるんですけども、ポジションだけは定期的に見直してご自分の体いたわってあげてほしいなと思います。横乗りは振り付けやポージングで使われることもありますが、代表的なステップに組み込むとすごくかっこよくなるというものもあります。例として BK バウンスというヒップホップのステップがあるんですけれども、こちら別動画にはなりますが、レクチャー動画、そして実践メニューの方もご用意しています。ぜひね、今回得た知識を実践的にチャレンジしてみてはいかがでしょうか。何度も何度もお伝えしていますが、ノリはとても初心者には難しい技術です。ですので、少しリズムトレーニング多めにご用意しました。前、後ろ、横、この3つに対して初級入門編をご用意しています。そして、その一つずつを丁寧にコツなどをご紹介している解説編もご用意しています。すべて概要欄の方にリンクを貼っておきますので、ご自分のスキルアップに役立てていただければと思います。スペースアートダンス TV では、皆様のダンスライフがエナジーあふれるものになるように、そして少しでもハッピーにつながるように動画を作っていきたいと思っています。もっともっとダンスが上手くなりたいとか、ライバルと差をつけたい、ダンサーだったらこんな風に思いますよね。そして、見ているだけが楽しいという方でも、見るポイントが分かれば楽しみ方も広がっていくと思います。指導者の方は指導をする際のポイント、どのように整理したらいいのかななんて悩むこともあるんじゃないかなと思います。私たちが経験してきたことを余すところなく知識として皆様にご提供していきたいと思っていますので、ぜひね、チャンネル登録、グッドボタン、そして頻度高く更新もしていますので、通知ボタンの方もポチッと押していただけるととても嬉しいです。やる気にもつながりますので、いい動画作り続けていきたいと思います。いつもご視聴いただいている皆様も本当にいつもありがとうございます。何か感想やご要望などありましたら、遠慮なくコメント欄に書いてくださいね。ダンスにまつわることだったりとか、あとストレッチとか、そういうことに関してはすごくね、皆様にとって役立てる情報を工夫して動画にしていきたいと思っていますので、ぜひコメント欄、何でもいいので書いてください。さあ、本動画でノリの第一段階としてのシリーズは終わりになります。実はノリって、今回のようにコン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 ってメトロノームのように折って取っていくだけではなくて、回して取るっていう高等技術もありますので、それはまたいつかの機会に必ず動画を作って皆様にシェアしていきたいと思っています。それでは皆様、今日の解説編も最後までご覧いただき本当にありがとうございました。また次の動画も頑張っていきます。皆さんも頑張っていきましょう。ありがとうございました。